年間で500万人ほど日本の観光客がお見えになる地域で、特にファミリーですとかカップルの方がたくさんお見えになるような、日本を代表するような高原リゾートですね。本館山水閣と別邸海斗2タイプこう隣同士になっている建物なんですが、この小広い自然の中に、23部屋しかありません。本館、山水閣はレトロモダンをコンセプトにですね、初めて来られた方も何か懐かしい感じを受けると思います。別邸海の方は広い敷地の中に9部屋だけのまさに60平米を超すオールスイートでございます。一部屋一部屋プライバシーが確立されておりまして、24時間入れる自分だけの露天風呂がついた客室になります。山水閣はですね、三純泉という温泉でございます。特徴としてはですね、非常にこう美肌効果の高い温泉で、皮膚にこう付着するメタケイ酸という成分が非常に豊富で、女性の方なんか特に美肌湯というふうに日本の中では言われている温泉です。お入りいただいた後に、シャワーで流さずにですね、そのまま油分を拭かずにそのままこう取っていただく、そうするとより、しっとりとした効果が長続きするというふうにも言われています。旬のものをですね、旬のタイミングで召し上がっていただくというようなことを大切にしています。で、那須高原というのは日本の中でも海がない県なんですね。ですので、地のものを旬のものをと考えたときに、あまり海のものは使いません。山の幸といわれる山から採れた恵みと、川の幸といわれる川から採れた恵み、そういったものを大切にしながら、俗に言う田舎の懐石料理と言った方が分かりやすいかもしれませんね。大体2名様の同居カップルさんが、お越しいただくのが一番多いという形ですね。で、こちらのテラス席もございますが、それは那須岳の限定ですが、その他のテラスの方を眺めながらという形で、2人でゆっくり過ごできないような会話を楽しんでいただいたりだとか、あとは壁のところにムービーが常時流れている状況になっていますので、それを見ながら楽しいお話をしていただきます。カウンター的には4席しかないんですが、何かしらお話をするという形もあるようかなと思います。旅館で結婚式というのはなかなか日本人でも馴染みが薄いんですけれども、旅館のおもてなしをそのままに、1日お一組様限定で、この別邸海を貸し切って結婚式をご用意させていただいております。ですのでお料理サービス、そしておもてなしがですね、私どもの結婚式のベースとなっておりまして、一番の特別感はそこでみんなで泊まれるということです。山水閣ではですね、リセットリゾートという表現を使っています。当館を象徴する別邸の客室でその1という客室があるんですが、そちらのお風呂はですね、こう鍵穴の形をしたこうお風呂になっています。まさにご自身が鍵となって鍵穴に入って、昨日と明日のスイッチを今日は切るとオフをする日だというような意味を含めた客室が一つありまして、そちらの客室が私は大好きで、山水閣を象徴するような部屋になっていると思います。